ってことで、皆さんこんにちは、ちがみなです。ブブーン。本日なんですが、これから私茅ヶ崎みなみどこに行くかというと、宗谷岬です。北海道の一番ね先っちょ、もうこの辺この辺この辺にある、もう本当に北海道のこのシューンってなってるところのてっぺんのところにある最北端の宗谷岬に行っちゃりたいと思います。もうね、皆さんもそうだと思うんですけど、ライダーっていうのは一番端っこに行きたがる生物だと思うんですよ。なんで北海道上陸して結構しばらく走ってきたんですが、最北端の地宗谷岬を目指して走り出したいなと思います。それじゃあ皆さん行ってきます。はい、というわけで北海道を突入したのがもう何日前だったかな、5日前ぐらい、だいたいそんぐらい前なんですけど、ついにね、走って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 走りまくって、あの北の大地の最北端宗谷岬にね、もうちょっとで到着予定です。なんとなくどことなく先っちょに行きたくなるんですよね。でここから宗谷岬まではだいたい20キロぐらいで到着予定になっているので、ゆったりと二ダボ走らせながら最北端の地に行きたいなと思います。うわー右には海、左には山、道路には矢印、これぞ北海道みたいなね景色が私の目を癒してくれとる。わあ、風がちょっと強くなってきた気がする。端っこの方は若干風が強いんかな、どうなんだろう。すごい風車がすごい勢いで回ってる。ちょっと気をつけつつ走りたいと思います。それで宗谷岬の景色も拝みたいんですけど、私茅ヶ崎南からペッコなんですよね。なんで宗谷岬着いたらどこかしらかでご飯休憩も挟めたらいいななんて思います。それじゃあね、しばし走行かな。ちがみなの動画。あれ、なんかいるんだけど、キツネいた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 、なんかいるんだけどと思ったらキツネがいた。うわ、着くのか、着くのか。もうほんと長かったような短かったような、長かったようなって感じの旅だったんですけど、やっとね宗谷岬にたどり着きます。綺麗、うわ美しい。この先にはもう海しかない、日本最北の地にあともうちょい到着。もうなんか美しいという言葉じゃ表せないレベルの美しさ。というわけでもう少しでね宗谷岬に到着です。あと2分で着くっぽい。この辺りなんか港町になってるみたい、船がたくさんありますな。あ、ちょっとなんかさっきに比べて宗谷の町っぽい感じの場所になってきました。でこの端には宗谷岬があって、そこより先はもう海です。ザシー。はい、というわけで着きます。ああー、わー、到着到着、宗谷岬到着。宗谷岬着きました。着いたよ、着いちゃった。モニュメントある、モニュメント発見しました。宗谷岬到着です。うわうわ、着いたってことで到着です。ちがみなの動画。じゃじゃんってことでやってきました、宗谷岬。ついにねこの地にたどり着きました。ここまで来るのに長かったような短かったような感じではあるんですけど、このオブジェクトが無事に見られて今ねちょっぴり安堵してます。というわけでこれが最北端の地の石像です。石像違うな、これなんだ、オブジェクトです。ちょっと写真を撮りに行きたいと思います。というわけで最北端の地のオブジェクトの前までやってきました。もうこれを見るとね、北の大地端っこにやってきたぞっていうね気分になりますよね。じゃあこの前でちょっと記念撮影したいと思います。じゃーん、というわけで最北端の地にやってきました。北の大地を制覇してる気分になる。もうねこのオブジェクトの目の前に来ただけでちょっと泣きそうになったわ。こんなところまで来ちゃったのかっていう、なんか不思議な気持ちになるんですよね。じゃあねちょっと景色も堪能したいんですけど、私のお腹の方もちょっとペコってなってるんで、ご飯タイムにしちゃいたいと思います。いきます。ちがみなの動画。じゃじゃん、というわけでお腹出産でホタテ串を買いました。それじゃいただきます。うまい、幸せな味すぎる。ごちそうさまでした。で
ということで、せっかくね、最北端の地にたどり着いたので、証明書をもらいに行こうかなと思います。じゃあ、行ってきます。じゃじゃん、日本最北端到達証明書をゲットしてきましたってことで、日本最北端自販機で飲み物を買いたいと思います。ででん、ほーら、こっち。最北端でコーラ飲んじゃいましょう。このコーラを最北端の地でプシュりたいと思います。プシュっちゃるプシュっちゃるってことで、最北端にやってきました。皆さん、ここまで動画を見てくれて本当にありがとうございますってことで、最北端到着、乾杯。じゃあいただきます。プシュります。ついちゃったよついちゃったよついちゃったよ、この大地に、この大地についちゃった。最高の味、最高な味すぎる。私の目の前にはちょうどね、オブジェクトがあるんですけど、ここまでやってきたなみたいな、ついに来ちゃったなみたいな、そんな気持ちになります。なんていうか、旅っていろんな旅があると思うんですけど、その旅によってちょっと色が違ったりとか、事件が起きちゃったりとか、いろいろあったりとかするんですが、この旅でね、無事に最北の地までたどり着けたことがすごく今なんか感慨深いなというか、すごい嬉しい気持ちになってます。ちょっとね、コーラを飲んでまったり過ごしたいと思います。ちがみなの動画、はい、というわけで宗谷岬でした。バイ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 。じゃあ行きますか。さあさあ行きましょう。というわけで宗谷岬でした。ちょっとね、このね、急坂を登って違うね、土地に行きたいと思います。違う道ないよ、違う道違う道。わあ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 、想像以上に急坂だった。激坂すぎてビビっちゃった。ちょっとエンジン全開で全開で登ってきまーす。はいはいはい、ほい、よし、登れた。いやー、宗谷岬良すぎだった。もうね、だいぶ日がね、沈みかけているんですが、たどり着くことができてね、本当に本当に良かったなーなんて思います。さっきも言ったけど、旅は旅でもその時によって結構ね、色が違うというか、味が違うみたいなところがあって、その時々のね、旅の魅力があるんですよね。今回の旅ではなんとか無事にね、宗谷岬にたどり着けて本当に良かったんだと思います。ってことで、ちょっとね、ここから内側を通ると、なんか鳥いた内側を通ると宗谷丘陵っていうところがあるんで、ちょっとね、そこをちらっと、もう日が暮れちゃうんで宿に向かわなくちゃいけないんですけど、せっかくなので宗谷丘陵もね、寄り道しちゃいたいと思います。というわけで、この辺りからかな、多分宗谷丘陵です。すごい丘、すごい丘が広がっております。いや、もう美しさの化身よ化身。うわー、知らない異国の地に来た気分。あー、美しすぎる。宗谷丘陵広大。あ、牛、牛たちが葉っぱをたくさんむしゃむしゃ食べてますな。でもすごい、崖の上に生息してるんだこの牛たち。足腰強そうや。それじゃあ、このね、丘を、宗谷丘陵を、しばし走行したいと思います。気持ちいい。ちがみなの動画、はい、というわけで宗谷丘陵にやってきました。もうね、日が沈みかけていて夜が近づいているんですけど、なんとか宗谷丘陵も寄れてよかったんだと思います。それじゃあね、日が暮れちゃうとちょっと野生動物とかが怖いので、その前に宿にたどり着けるようにそろそろ出発したいと思います。にしてもめちゃくちゃいい場所よ、ここ。この場所、私以外人間が一人もいない。いるのは牛と鳥と虫と植物だけ。こんな場所です。ちがみなの動画、というわけで夕走りです。お日様を横目にまったりとね、走行中です。それで本日の宿なんですけど、どこだったかな、稚内なぁ。ということで、本日は稚内に宿を取ったので、そこでね、羽を休めたいなと思います。あとね、約20分ぐらい走行すれば到着する予定になってるので、ゆるりと進みたいと思います。はい、というわけで今ね、宿に到着しました。でね、お腹が空いたので、お、船の音だ。お腹が空いたんでね、ちょっとね、これからご飯を食べに行こうかなと思います。ご飯ご飯ご飯を求めて旅立ちます。いや、歩き出します。
ということで待ち中です。ちょっと人気なお店みたいで順番待ちをしております。それじゃあ皆様しばし待たれよ。ちがみなの動画というわけでご飯どころにやってきたわけなんですが、今日はねお茶で乾杯したいと思います。それじゃあ皆さん今日は最北端到達おめでとう、乾杯ということでいただきます。うまし、ふきふきタイムってことで、この辺の名物であるタコしゃぶやってきました。うまそすぎる。ということで北海道産の生ガキがやってきました。むっちゃくちゃうまそうなやつ。はい、それじゃあガキいただきます。最高です。もうそう最高でしかない。うますぎ、生ガキうますぎる。それじゃあガキの米いただきます。最高すぎる。それじゃあいただきます。最高のうまさすぎるよ。めっちゃうまし。ってことでごちそうさまでした。めちゃくちゃお腹いっぱいになりました。てか北海道の飯うますぎるよ。もうどれ食べても最高のうまさでした。ってことでそろそろねちょっとコンビニ寄ってからお宿に戻ろうかなと思います。ちがみなの動画。はい、というわけでコンビニ寄りに稚内のね駅までやってきました。それで本日は最北端に到着ってことで、ついに私茅ヶ崎南北海道の先の方にやってくることができました。それで次回からもね北海道の良きところを巡っていこうと思うので、そちらの動画もぜひ見ていただけると嬉しいです。それでは最後まで動画を見てくれてありがとうございました。この動画が少しでもいいねって思った方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやってるので概要欄からフォローお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ、おやすみなさーい。